キツレ川塾は、欧州街道の二十番亀の宿駅である。現在の栃木県、桜市、キツレ川。キツレ川塾は、江戸時代、キツレ川城の城下に、欧州街道寺家塾の次の宿駅として、整備された宿場町で、下谷国塩谷郡にあった。1843年の欧州道中宿村大会町によれば、キツレ川塾は焼かず290軒。 内本陣1軒、脇本陣1軒、旗子19軒、人口1198人であった。宇治え塾本陣は、上野や、脇本陣は、長い怪我になっていた。宇治え塾から北に向かうと一律下を通り、野五郎坂を下る。野五郎坂はかつて、沙乙女坂ないし五月女坂と呼ばれていたが、戦国時代にこの坂で、宇都宮市当主、宇都宮直綱が、 ナスシカシンのアユセヤゴロウの矢を受けて戦死、後アユセヤゴロウが名を綱を供養して、五輪塔を建立したことから、ヤゴロウ坂と呼ばれるようになったという。この五輪塔は、コンヤゴロウ殿と呼ばれ、ヤゴロウ坂の頂上部に立っている。ヤゴロウ坂を下ると道祖神、羽黒社を過ぎ、下津道との追い分けを左折すると、木連川宿に入る。宿内には、両光寺、薬師堂、 きつ川神社、千年寺などの寺社が立ち、また、宿内道側に一律家があった。宿の北端の欧州道中筋は、針状となっており、これが、宿の内外を分けていた。欧州道中宿村大会長による、ありがとうございます。